あいにくの雨の中、舞浜からミラコスタに向かって歩いています。歩いている時にもう分かってたんですけど、はい、この通り噴水が見えません。さらにはこの順路を示すような矢印もあったりして、正規のルート通りに入ることはできないようです。じゃあこっち通るのかなと思ったら、はい、そんなことはなかったですね。さすがに正面入り口は一緒でした。本日はスペチアレルーム&スイートのお部屋なので、サローネ・デ・ラ・ミーコでチェックイン。この落ち着いた空間ではセルフサービスで飲み物や軽食、チョコレートやクッキーなどをいただくことができます。ホテルの方に伝えると常温のお水もいただくことができました。いやあ、あいにくの雨でもこの景色は最高ですね。この落ち着いた雰囲気の中でディズニーの曲を聴きながらゆっくりコーヒーを飲める、そしてディズニーシーの景色を堪能できる最高のひとときです。実際はめちゃめちゃ覗き込んでます。お部屋の準備が整うのは3時なので、その前にオチェアノでゆっくりランチをしていきます。この時期はダッフィー&フレンズビュッフェを開催してましたので、ダッフィーたちのお友達がたくさんいる感じですね。かわいいですね、見た目が。スイーツほとんど食べないですけど、嬉しいですね。今日はがっつり食べますが、それでもベジファーストは意識します。どれか食べようかな。じゃあこの、何ですかこれ。野菜の。なんか野沢菜っぽい味するの。あ、美味しいよこれ。ズル紫的なの入ってる。うん、聞いてる、すぐ聞いてる。これはオチェアノのレギュラーメニューですね。あ、スモークサーモン入ってるのこれ。サーモンが。うん、結構味してるわ。地中海料理なので、野菜を素材に近い感じで食べられるのがオチェアノのいいところだと思ってます。このシーフードサラダは満足感かなり高いですね。エビ、イカ、ホタテ、ビンチョウマグロ、がっつり入ってます。このエビいいね。2回目はタンパク質いきます。この白身魚についている黄色い液体が何か気になりました。これよ、これこのブイヤベースもタコがめちゃめちゃ大きくて満足感高いんですよね。ソースなしを混ぜていただきます。食べた感じ、このソースはチーズソースでしたね。魚の味そんなしなかったね。さあ、すソースが美味しい。見た目はとっても鮮やかなんですけど、少し固めのサーモンでした。皮はやめとくわ。どれどれ。このチキンはね、ジューシーで美味しいんですよ。エビ焼きソースって珍しくない？まあまあ好きじゃない。そう、3回目は炭水化物。パンもいっちゃいます。お米久しぶりです。
このイタヤ貝のピラフをめちゃめちゃ楽しみにしてたんですよ。見た目美味しそうじゃないですか。でももうちょっとなんかガーリックガーリックしてなかったけど、どうでもない。こちらはアサリのパスタですね。海苔はね別添えにありまして、自分で結構乗せてきました。ん、海苔が美味しい。海苔が、海苔スパゲッティで成立してる。どっかお水以外は別料金。ジェラトーニのパレットをイメージしたパンですね。見た目重視で多分味は美味しくないだろうという予想。まあまあ美味しい。これ意外とダッフィーの足をイメージしたパンですね。見た目は完全にメロンパンですが、実際はピスタチオのパン。うん、結構マカデミアナッツだね。キラキラさ、粉砂糖が光ってんだけど、意外とそんなに甘くない。さあどうでしょうか。結論から言いますと、これめちゃめちゃ美味しかったです。本日のナンバーワン、うん、完全デザートだけど美味しい。そして締めはカレーをいただきます。オチェアノのカレーは甘くてスパイシーで美味しい、うん、微妙に辛いんだよね。甘口カレーじゃないよね。ちょっとピリッとくる、うん、ただいまの時刻は2時51分。鍵が変身しました。お部屋に入れます。本日のお部屋はベネチアサイドのテラスルームなので、緑色のエントランスのあたりからだいぶ南に向かって歩いていく感じです。なのでね、だいぶ歩いていきますよ。ずーっと歩きますよ。そして到着5366。ロック解除しました。はい、開けてください。あれ、なんかいきなり、あ、なるほど。あ、閉まってるからね。真っ暗だから。ウェルカムお花。もうメインディッシュだけお届けします。リアルな様子をどうぞ。うわぁ。ミラコスタに宿泊するとき必ずしていること、その1、大好きなあの人にお手紙を。さあ、間もなくショーが始まりますので、ラウンジで待機します。このアルバエってなんだろう、これを入れます。
さすがベネチアサイド、夜も雰囲気満載ですね。必殺仕事人なので、ミラコスタに来ていようと関係なくルーティーンをこなします。静かなラウンジで朝のコーヒーをいただきます。ジッパディドゥーダーでした。はい、朝食届きましたね、カートで。保温庫の中には、はい、美味しそうなプレーンオムレツと、下にはパンということです。保温庫こちら鏡になってますね。気持ち悪い。あ、解放しました。開胸手術。はい、大門先生お願いします。愛しのあの人に向けたお手紙にスタンプを押します。今日も癒しと夢をありがとう。また来月来るよ。